今までのバイト歴を教えてください。だってバイト歴は、まあ、小学校の時にやってたのは町中のいろんなお家の人とかにゴミを朝俺が全部捨てに行くので月500円くださいっていうバイトをしてたので、多い時7万5千円ぐらい稼いでたかな。でその後はもう高校生ぐらいからいろいろお魚屋さんでバイトしたことがあると、あとなんか交通整理みたいなのやったことあるのと、大学入ってスポーツジム、ファミレス、あと普通の洋食屋さん、それからあと引っ越し屋さんねとか、あとなんかゴルフクラブの買い付け、アメリカに行った時にスコッティ・キャメロンとかのパターとかを買い付けてきて日本に送って、そういう販売の補助みたいな仕事をしたりとか、輸入代理業みたいなですねとかやったりとか、いろんなことやったかな。あとプロスポーツ選手のトレーナーみたいなことをやってた時期がありました。